カネンさん、こんにちは。カネシさん、皆さん、このね、新エンルカー化を修正された時のバランス調整チケットはもう使いましたでしょうか僕はもうちょ、っとてっきり忘れとってね、もう2日ぶりの、まあ、あの、交換っていう感じになっているんですけど、まあ、早速、交換していきたいなと思います。もちろん、ま、ガチャチケ10枚やったらね、まあ、次のガチャに回すことができたりだとか、まあ、星子が2体以上出る可能性とかもあったりはするんやけど、やっぱりね、星音確定のガチャチケットって結構中身豪華なんですよ。今回なんならね、 ハズレも少ないということでまあ今回もですね例のごとく星4確定のマカダチケットを使ってねやっていきたいなと思いますちょっとラインナップ見に行きましょうかちょっとね今回のラインナップ集めてみたらねこんな感じになったんですけどオッ こう最新のキャラ、まあ、5周年のキャラからまあ、この深淵のね、まあ、ルカを除いたまあ、ヴァイスとセレナぐらいまで入っているという感じになってるんですけど今でも割と使えるよねまあそりゃ新キャラと比べるとまあ、見劣りするかなと思うのでまあ、そういう観点ではガチャチケっていう選択肢もねありなんじゃないかなと思うけどハズレの少なさで言うとダントツこっちの方がいいですよねまあ、このね、明るくなってるんが俺も持ってないキャラクターたちっていう感じになっているんですけどこれ全てで えっと腰2022体いるんですね。22体分の僕は8体持ってないだけっていう感じなんで。 三分の一の確率で当たるんか持ってないキャラ。めっちゃ熱いっすね、これ。だって普通やったら、まあ、ガチャチケ10名の方を選んだらさ、十分の一の確率でしか、まあ、星5のキャラが出ないわけでしょしかも星5やからね。こそれに対して俺は三分の一の確率で未承知キャラを当てれるわけですから。いや、今回はね、楽しみに引いていけたらな、という感じですね。僕、まあ結構ことごとくで、ね、外すパターンやったりするんやけど、そろそろ当たってくれてもいいんちゃうか、ということで。 引いていきましょうか。お願いします。星4確定型チケット、9月版ドン。いや、もう、下方修正で、ね、ほんま、あの、エレノア C 品たから、これからすることなんか、だいぶね、少ないかな、と思うので、マジでお願いします。上から、お願いします。お願いいやー、かぶった赤紙の冒険家は、当時に当てちゃいましたね。まあ、この子もね、強くはあるんやけど、まあ、そうかー。 しょうがないっすね。またバカをくることを願っていきたいなって感じやけど、俺マジで復刻弱いんよね。新キャラは嘘みたいな当たるくせにね。<laughs> で、これ、復刻ガチャチケット、まだ俺11枚しか溜まってないけど、まあ、これね、10月10日までって感じやねんけど、ま、あこのチケット自体はね、まだまだ使えるって感じになってるんで、これからもうちょい強いのが来たら使おうかなって感じやけど、ここにシオンところから、もしかしたらこの子がまた強くなるんちゃうかっていう雰囲気もちょっと醸し出していたりはするんやけど、多分持ってるから、ま、あスルーするとして、あ、これ、ま、5周年のキャラ持ってないから、スルーするとして、まあ、引くならこれですよね、シーズンガチャ。僕今2枚しか持ってない。 持ってないんでねもし今から引こうと思うのであればま更、あ、に交換してくることになるかなと思うんですけどもうこれシーズンガチャでねまあもちろんハードコート弱いんであればカレンとかも当たるんで結構それも熱いんやけど俺はそれを持っていると一番欲しいのはやっぱですよねまあ、最近ほぼ見ないっすけどね最近ほぼ見なくなってんの気もせんでもないけどやっぱかすみおるおらんで結構違う気はするんで。 えー、ちょ、引いちゃいますちょっとね、欲しいんすよね。確かに今回のシーズン戦ラケットで、ね、めっちゃ強いんすよ。これめっちゃダメージ与えれていいんやけど、まだね、エンブレムが来てから感がちょっとあるんですよ。エンブレムね、あの、前にちょっと言うたかなと思うんですけど、まあ、エンブレム超強いんすよ、今回。ただ、リーグ9じゃないと、まあ、あの、最強の状態でね、ゲットすることができないので、そこはちょっと注意していただけたらなと思います。エンブレムスキルですね。これリーグ9に行くと、打球 ダメージプラス10でしかもね自分の得点がワンポイント以降やったらダメージが必中化して打球ダメージプラス15なんでこれ多分さらにって話だと思いますんでプラス25できて必中化するんですよマジでエグいダメージ与えることができるとこれリーグ9になってたらね最終的にもらえるやつやねんけどリーグ7から8やったら途端にねこの必中化っていう文字がなくなってしまうんですよなのでマジで弱体化するんで今回ガチでリーグ9を目指していただけたらなと思いますタワーの最終レートであったり まあ自分のねあのタウンのあれですねリーグによって僕はまだ今んところ C リーグしか行ってないのでねちょっと次 B リーグ上げなあかんなと思ってるんですけどまあそんなんとかあと、まあ、試合数とかも関係してくるんだからまあそんなんあると思いますんでね是非とも。 あの、リーグ9には何としても行っていただきたらなと思います。何たって超強いんで。あと、貝殻のルーンとかもね、ヘリオとかね、普通やったらプレイヤーメダル5枚で集めるっていう結構貴重なね、まあメダルを使って交換することになるんで、この機会に忘れないようにですね、絶対交換していただくっていうのと、 ポセイドンはそんなに使わへんから、ま、あ一本持ってねえたら、ま、ここでは絶対交換しておくようにっていう感じですね。ま、幸い僕はね、めちゃめちゃプレミアムメダル持っているんで、まあ、いざとなったら今回のラケット、ま、すべて分、もう5個ぐらい交換してろかなとかちょっと思っていたりするんやけど、まあ、こんなずっと雑談しててもしょうないのでね、シーズンガチャチケットの方を引いていきたいなと思います。えっと、2枚あったやんね。ってことは、ちょ、18、あ、俺、そんな、交換できひん感じもしかして。 あらそう <laughs> じゃあ18連引きます。はいちょっともったいないけどね普通やったら10連ずつで引いた方がいいねんけどあーじゃあ12連か12連やったらまあ普通に10連だけすることになるのかな。いやこれで霞出たら結構熱いけどねただ私は復刻が弱い <laughs> ただそれだけだって感じやねんけどまあ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 霞。 当たらんくても一応ね、ちょ、地味と今回顔収積ってね、新エルカ使ったんやけど、割と使えることが判明したんで、ちょっとあの子を今愛用してる状態ではあるんですよ。まあ、顔したことによって霞にはね、カツン結構厳しいなーって感じにはなったんやけど、その霞が減ったプラス、俺にはアイリスがいるんでね、まあ、割と戦っていくこともできるんやけど、まあ、爆死ですね、普通に <laughs>。普通に死んじゃいました。まあ、言うて2枚だけやから引くか。 割と単発でね当てるって人いますからねここはジャハルミーやカルマがまあちょっと表してるけどまあ俺はこの子たち持ってるんでまあ特に関係ないといやマジで星5来てくれてもいいねんでなう？ここであ銀ね銀から銀から上がってくるパターンあるからドンはいスピードンえちゃうな今のストロンからちょっとあんま見てなかったけど青色としか見えへんかったねさあえここで2時だったら結構熱いらしいねんけどならないっすね やっぱこんなもんすよ。ガチャって。うん、ガチャってこんなもん。実はね、あの、ひそかに、このシーズンガチャチケットのやつはね、ガチャチケで引けないんで、こっちは引いてないんやけど、どっちやったから、サマーの方やったから、これはね、ガチャチケね、20枚、30枚ぐらい使ってね、この前引いたんですけど、何も当たらなかったですね。はい。<laughs> これね、星4キャラセレクト、一応ね、クリスマス過ぎるぐらいまで交換できんのか。12月26の15時、50、 9分までって感じになってるからいや俺まだ悩んでんすよねこれ霞取れるんですよで追憶ティラももちろん取れる あと、ま、あ好奇心的なところで行くと、ま、あこのね、あの、ハロウィンオスクロウとかもちょっと欲しかったりはするんやけど、ま、あこれはね、10体の中からってわけじゃなくて、一体確定やから、そんなんはちょっと選んでられないわけですよ。で、クレイやったら、ま、あちょっとね、MVP シローが、ま、あちょっと空中地面を関係なくね、吹き飛ばすことができたりするそこもちょっと魅力的やったりするし、神聖移ろも SS1 回制限かつ、ま、あ永遠のね、防御を求めることができて、かつこれ星4の確定型チケットなんで、 レベル1の状態でもらえるということはレベル調整することができるんで、まあ、そこまでだいぶこのキャラプレでゲットするにはベストタイミングな感じもするんやけど、 MVP クローも強いしなこれ反転ルチャーとか地味って俺持ってないからさ。例えば、ちょっと前で言うと、新エンセレナが自動蓄積持ってたんでね、その対策としてちょっと動画出したかったなぁ感とかもあるから、これからも使える可能性はあるし、幻想ルチャーも今も使えるじゃないですか。空中地,地面ギミック、無効をつけることができて移動も超できて、みたいな。とか、もうこの子とかもね、相手にパラライズかけて、で、まあそれやった、空中無効とかついとったら防ぐことはできるんやけど、 まあ、あのそんなんついてようがねガン詰めボレーできるわけですよ後ろにねあの保護できるギミックがあるんでまあそれで、まあ、SS 前からドカンっていう作戦とかもできたりするから。 むず。<laughs> みんなもう選んだんかな俺前もね、期限ギリギリまで置いて、結局、誰交換したんやったかなあ、いおりや。俺最終的にいおり交換したんですよ。かすみといおりの二択で迷って、いおり選んだんやけど、今思えば絶対かすみやったなと、ちょっと思ってたりするんやけど、いや、俺かすミもうちょい露骨な対策来るんかなとか思ったけど、なんか7で生きてるけど、でもまあ今減ってるから、まあ結果的にいおりでよかったんかなジャスト確定。 のキャラ潰すことができるからいやーねえちょ俺これはごめんあのめっちゃなんか動画伸ばしてるみたいになってあれやけどこれはちょっともうちょい置いとこうかなと思う今んところこれがおらんと無理っていうのはないんすよさっきも言ってたれ、かすみが最近減ってるイコール別に他のキャラで代用できてるわけなんで、まあ、この子飛ばしいの。 ハードもクレームも別にまあ今この子たちオーランド勝てへんというか俺が今ねエレノア持ってたりとかミュウエン持ってたりするんで全然困ってないんですよねなので困った時にあこれは絶対いるってなった時にねこのキャラセレは使おうかなと思ってるんでまあこの辺で 終わろうかなまあ、結局、俺は復刻は弱いんやけど <laughs>、まあ、またね、新キャラ当てて武双していきたいなと思います。なんせチケット今63ということは多分70枚に溜まりますんで <laughs>、まあ、それで当てていけたらなという感じですね。というわけで、まあ、皆さんにはね、きっと復刻のやつが当たることを僕は祈っておりますので、まあ、ぜひ、あのー、はい、バイバーイ <laughs>。